今から、サンプラザ市川の、内覧を動画撮影したいと思います。で、こちらが玄関になります。で、玄関を入りまして、すぐダイニングキッチンになります。で、こちらが、6.9畳ですね。まあ、絨毯とか少し汚れていますが、こちらがキッチンですね。張り替えれば問題ないと思います。クロスも思ったより全然綺麗な状態ですので、まあ張り替えてもいいと思うんですけども、張り替えなくてもいける感じです。続いて隣の部屋、洋室6畳ですね。こちらも絨毯も若干でありますが汚れておりますが、そのままでも使える状態です。クロスの方も比較的良好なのではないでしょうか。で、続いて隣の、和室、6畳のお部屋です。こちらの方も比較的良好ですね。畳も張り替える必要がないぐらいな状態だと思います。で、続いてバルコニーでございますね。バルコニーは一応こういった形になっています。すぐ目の前が駐車場になっております。はい。そして続いて、入り口入ってすぐ右側のところに、浴室がございます。で、こちらが洗濯機の置き場、浴室ですね。浴室の方も思ったよりは全然綺麗でございました。はい。で、最後にこちらトイレですね。はい、トイレです。こちらも思ったより全然綺麗です。そのままご利用可能だと思います。ウォッシュレットになってます。はい、以上です。まあ、リフォームする範囲にもよりますけども、比較的抑えることはできるんじゃないでしょうか。以上です。大体の雰囲気はこれで伝わったんじゃないかなと思います。ありがとうございました。